早いとこ終わらせましょうあいつに言われた通り待つだけなのか俺は何にビビってるそうだな死の気配がここまで来る 死ぬのは怖い。じいちゃんも死ぬのは怖かったかなそんな感じは全然しなかったな。俺も泣いたけど、怖かったからじゃない。少し寂しかったんだ。じいちゃんの死と、今、目の前の死。何が違う お前は強いから人を助けろ。呪いの数が増えてきたな。見つけたあの二人がイタドリの言っていた先輩かあの事例 二人ごと呪物を取り込むつもりかくそ間に合わねえ短期で頑固者、見舞いなんて俺以外来やしねえ。俺みたいになるなって、確かにな。でもさ、じいちゃんは正しく死ねたと思うよ。けど、こっちは間違った死だうあ いたぞい窓から飛び込んでくれってここへ4階だぞどんな身体能力してんだ先輩を放すやれ、極限 なんで来たと言いたいところだが、よくやった。なんで偉そうなのちなみにあちらのワンちゃんは俺の式神だ。見えてんだな。呪いってのは普通見えねえんだよ。死に際とかこういう特殊な場所では別だがな。ああ、確かに。俺今まで幽霊とか見たことないしな。お,お前。 怖くないんだな。いやまあ、怖かったんだけどさ。知ってた人ってマジで死ぬんだよ。だったら、せめて自分が知ってる人くらいは、正しく死んでほしいって思うんだ。まあ、自分でもよくわからん。先輩たちは気絶してるだけみたいだな。んで、佐々木先輩の持ってるこれがさっき言ってた。ああ。 特急呪物。両面スクナの指だ。諸とも食われなかったのは奇跡だな。食ってどうすんだうまいのか馬鹿言うな。より強い呪力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。はいはい。<laughs> まだいたのか いいからお前は先輩連れて逃げろさーてどう払ってやろうかしら。

行くか行くぞ相手してやるぶっ飛ばす避けんなよちょっとやばそうね。行ける やるか。相手してやる。拳に乗せろ形成剣行け我慢する食らえ行くか。やるか。相手してやる。うん、っはっほんと馬鹿力ね。 何だけどけ数例報。法悲しい <laughs> ふぅ終わった終わった <laughs> ダメージ受けすぎて術式途切れたくっそ。 頭回んねえ。ふち大丈夫か逃げろっつったろてかお前、素手で立ち向かうって。言ってる場合か今帰ったら夢見悪いだろそれにな。人を助けろ こっちはこっちで、めんどくせえ呪いがかかってんだわ。ダメだお前がいくら強くても呪いは呪いでしか払えない今あの二人抱えて逃げられんのはお前だけださっさとしろこのままだと全員死ぬぞ重力のねえお前がいても意味ねえんだよ呪いでしか。 食ってどうすんだうまいのかバカ言うな。より強い呪力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。なんだ、あるじゃん。全員助かる方法。俺に呪力があればいいんだろうバカやめろ <laughs> 両面スクナの指、特級呪物だぞ猛毒だ確実に死ぬだが万が一万が一くっあの呪霊を一撃で <laughs> 最悪だ。最悪の万が一が出た。あやはり、光は生で感じるに限るな。呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ特級呪物が呪肉しやがった。 ほう。いい時代になったものだな。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい大札だ <laughs> え誰だか知らねえけど、人の体で何してんだよ。返せ。お前、なんで動けるこの体はすでに俺の。いや、俺の体だし。 いいからさっさと返せよ。ん抑え込まれる。な、不死ロ、これってどういう動くなお前はもう人間じゃない。呪術規定に基づき、虎取祐治、お前を呪いとして払う 縛っ,ってこうぜお前を呪いとして払ういやなんともねえってそれより俺も伏黒もボロボロじゃん早く病院行こうぜ今喋ってんのが呪物かたどりかもこっちゃわかんねえんだよ どうしたらいい今、どういう状況な、工場先生どうしてここに来る気なかったんだけどさ。さすがに特急呪物が行方不明となると、上がうるさくてね。観光がてら、馳せ散じたってわけ。んで、見つかったあのー、ごめん。 それ、俺食べちゃった。マジマジんははは、<laughs> 本当だ。混じってるよ、ウケる。体に異常はお、別に、スクナと変われるかいスクナ君が食った呪いだよ。 ああ、うん。多分できるけど。じゃあ、十秒だ。十秒経ったら戻っておいで。でも。大丈夫。僕、最強だから。めぐみ、これ持ってて。これは仙台名物のお菓子。この人、土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。 見上げじゃない。僕が帰りの新幹線で食べるんだ。くっへっへ入れ替わった僕のオススメはね、ずんだ生クリーム味それでね。先生後ろ 生徒の前なんでねカッコつけさせてもらうよくだらんな気合い入れてくぞよしやるか相手してやる飛んでけ避けんなよ 行くかやるか行くわよっあっはっどんでけほう数例手法。神神俺、どうした <laughs> 行くか行くぞ行くわよ ほくらえほれ、どうした行くか。やるか。行くわよ。ふっ、どばどばぞ。面白い。くよし行くぞ。相手してやる。ああどけぞ。ほら、頑張れ、頑張れ。ええかげ。いける飽きた。やるか。 相手してやるあ避けんなよいい一気に語りかけると今がチャンスだいつでもいけるぞ準備万端こっからよ兄弟剣おるつええ、いい面白いシグナー分かってる レほう友なりどうした終わりかふう終わった終わったまったくいつの時代でも厄介なものだな。 呪術師はだからどうという話でもないが789そろそろ10秒だけどうくそ、まただ乗っ取れない このイタドりとかいう構造、一体何者だお、大丈夫だった驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせえんだよな。あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。んじゃ、また後でね。 気絶させて、どうするんですかこれで目覚めた時、少なに体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。さて、ここでクエスチョン。彼をどうするべきかな仮に器だとしても、呪術規定に乗っとれば、イタドリは処刑対象です。でも死なせたくありません。史上 至上です。何とかしてください。かわいい生徒の頼みだ。任せなさい。てなわけで改めて。君、死刑ね。階層と展開があってねえんだけど。いやいや、頑張ったんだよ。死刑は死刑でも。 執行猶予がついた。執行猶予今すぐじゃねえってことか。そう。一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で二十本。うちではそのうち六本を保有してる。二十本ああ、手足で。 いや、宿儺は腕が4本あるんだ。そして、よく見ててね。見ての通り、これは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。 日に日に呪いは強まってるし、現存の呪術師じゃ封印が追いついてない。そこで君だ。君が死ねば、中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。でも、そんなのもったいないでしょ少なに耐えうる器なんて、今後生まれてくる保証はない。 だからこう提言した。どうせ殺すなら、すべての少なを取り込ませてから殺せばいい。上は了承したよ。君には今、二つの選択肢がある。今すぐ死ぬか。すべての少なを見つけ出し、取り込んでから死ぬか。<laughs>